建造天皇は、日本の第二十三代天皇王。桶天皇、来名枠後、延期王、延期の一室別名、桶天皇とも。寒風守望である、建造天皇は、代々の天皇と、同様、奈良時代に、大民の御船によって先進された。危機、張馬国風時に、その存在が伝えられる。支援をし岩美子の、第三子。母は、 カツラゲの女、美メ。イー女王は、同母姉、人間天皇は、同母兄に当たる。日本初期に、巫女,女の記載なし。古事記にも、粉中り記とある。とは、金飛スカ八つり宮。古事記は単に、金飛スカとする。しじみの石室暗号天皇3年10月一日父の、死編をし、岩みが、王八瀬王子に殺されると、 兄の奥慶王と共に逃亡して、身を隠した。丹波国よ佐軍に行き、後に、張馬国赤樹軍や美濃軍のしじみの石室に隠れ住む。兄弟ともに名を変えて、丹波少子と名乗り、しじみ耳や手首に刺役され、長い間牛馬の飼育に携わっていた。青年天皇2年11月、おけを自ら新室の縁の席で、歌と唱えごとに託して、王族の身分を明かした。 子がなかった、聖年天皇はこれを喜んで迎えを使わし、翌年に王を宮中に迎え入れて、4月7日に、兄王を皇太子に、桶を御見とした。同5年に1月16日に、青年が崩御した後、皇太子の奥桂は身分を明かした太鼓を理由として、弟の桶に皇位を譲ろうとするが、桶はこれを拒否。行為の愛譲るが続き、 その間は、イーデア王女が失勢した。結果的に兄の説得に折れる形で、建造天皇元年元旦、桶が建造天皇として即位する。引き続き奥啓が皇太子を務めたが、天皇の兄が皇太子という事態は、これ以降も例がない。罪なくして死んだ父を弔い、また父の雪辱を果たすべく、有力天皇への復讐に走り行き後にその寮の、 破壊を命じることもあったが長く変度で苦労した、経験から民衆を愛する政治を取ったと伝えられる。同3年4月25日、宝魚。古事記に38歳、一大陽期に48歳。なお、即位前に、志非神との恋争いのもつれから、これを野衆して中殺したという話もある。奥奥桶二王の発見物語は、典型的な騎手流離談であって、 劇的な要素が強いため、津田総吉はその史実性を疑い、実在しない架空の人物だと主張した。なぜこのような物語が球児に取り入れられたのかははっきりしない。近年ではこの伝承に史実性を認める説も出てきた。兄弟が機内周辺を奉公し、聖なる新室園において唱え事を挙げたことや、お家の別名である木め枠語が、 くめ前を継承するくめいべを連想させること、かぐら歌における林言葉をオケオケということなどから、当時に遡る民族的背景が、この見え、両王子発見単に、史実性を認めながらも、詳細には意見は割れている。また平田厚種は両所に登場する、不創国の国王お月が、人賢天皇の名奥系に通じること、在位年代もほぼ一致することから、お月は、 人権天皇であり、不相国とは、日本のことだと主張した。また、両王子発見官が史実ではなかったとしても、史実でない物語、伝説が付加されたということに過ぎず、人物としての実在性や天皇系譜そのものを、否定したことにはならないとし、奥系、桶の両天皇の実在を主張する意見も、少なくない。建造天皇坊岡岩尾月急南両領,領は、 宮内庁により、奈良県柏市北今市にある傍ら、岡井は月旧南寮に事情されている。宮内庁上の形式は、前方公園。上記とは別に、奈良県大和高田市月山にある宮内庁の岩園、両母山高地では、建造天皇が、悲宗候補者に想定されている。遺跡名は、月山興墳。皇居では、高麗殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、 天皇の霊が祀られている。また、神戸市西区おしべ谷町木津には、建造、人間料亭を祭人とする建造人間神社がある。この神社の他にも西区内や明石市にはゆかりを称する神社が数多くある。当天皇の在位について、実態は明らかでない。日本書紀に記述される在位を機械的に西暦に置き換えた年代については、上古天皇の在位年と、 西暦対象表の一覧を参照。ありがとうございます。